30歳男性です田舎の実家にシンクロマザーで33歳の姉が居座っています姉は20代前半に1人暮らしをしていた時も家賃・呼吸料金の滞納をしたり子供の習い事の料金支払いを滞納したりとお金の管理ができません家計簿をつけさせるも管理できず今は母が通知を預かって管理しています姉は夜勤ありの介護系の仕事をしているのでそれなりに稼ぎはあるのですが今後自立させるにはどうしたらよいでしょうか姉にまで自立してもら結婚もして幸せになってもらいたいと思っています えっとあのー、自分のお金を引き落とせないようにすればいいんじゃないですかで基本的に家賃とか公共ルーキンとかってあの自動引き落としに設定すればいいだけで,で給料が振り込まれる口座とその自動引き落としの口座にしますとでキャッシュカードを割るであの通帳は、まあ、あの金額知りたいと思うんで通帳あるんだけどその通帳の印鑑は親が預かると。 であの定期的にその親が引き落としをして、じゃあ,あ、生活費っていうので、別の口座に入れるっていう形にするとか、あとはあ銀行によっては、定期的に自動的なあの送金っていうのができるので、ただあの給料はずっと貯まるんだけど、毎月10万円分だけこっちの口座に移動するっていう設定しといて、でその生活はその10万円分の口座の中であのやるみたいな形にして、その給料の入ってくる口座を、姉自身が触れないようにするとかすればいいんじゃないですか。